ポール・ハワード・ダグラスはアメリカ合衆国の政治家、経済学者。1949年から1967年までイリノイ州選出上院議員を務めた。マサチューセッツ州セーラムの小さな町で生まれた。彼が4歳の時に母親が死去し、父親は再婚した。父親は再婚相手に暴力を振るい、離婚できなかったまま母は夫を残し、 ダグラスと兄を連れてメイン州ピスカタキス郡へ逃れた。そこでは彼女の兄弟とおじが森林にリゾートを作っていた。1913年にファイ・ベータカッパのメンバーとしてボーリン大学を卒業した。その後コロンビア大学に入学し、1915年の経済学の修士号を1921年には博士号を取得した。 1915年に彼は、ブリン・マウアー大学の卒業生で、コロンビア大学で博士号を得たドロシー・ウォルフと結婚した。1915年から1920年まで、夫妻は6回転居した。ポールは、ハーバード大学で研究し、イリノイ大学及びオレゴン州のリード大学で教鞭を取った。また、ペンシルベニア州のエマージェンシーフリート社で、労働葬儀の調停を行い、 ワシントン大学でも教弁を取った。エマージェンシーフリート社で勤務している間に彼はジョン・ウールマンのザジャーナルオブジョンウールマンを読んだ。シアトルで教員を務めた時に彼はクエーカー教徒となった。1919年にダグラスはシカゴ大学で経済学の教授となる。百二十一年に彼は社会改革者のジェーン・アダムズに出会っている。ダグラスは 自身の仕事を楽しんでいたが、妻は縁故主義の禁止という大学の規則のため、職を得ることができなかった。スミス大学に職を得ると、彼女はマサチューセッツ大学アマースト校で教鞭を取った、経験のある夫に、一家でマサチューセッツに転居するよう説得した。しかゴで、ダグラスは、チャールズ W コップと共にコップダグラス関数を発表した。 ダグラスは結婚生活が継続できないとし、二人は1930年に離婚した。ドロシーが4人の子供を引き取り、ダグラスはシカゴに戻った。翌年ダグラスは彫刻家ロラード、タフトの娘でありウィリアム・タフト元大統領の遠籍であるエミリー・タフトと再婚した。エミリーは政治活動家であり元女優、1945年から47年まで。 イリノイ州大選挙区選出会員議員を務めた。www.lib.uchico.edu、e、a g スラッシュ e スラッシュ spcl スラッシュ phdouglaest.html ありがとうございます。